ジョセフ・ヴィンセント・マッカーシーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身、メジャーリーグの監督。愛称は、マーセジョー。ナショナルリーグとアメリカンリーグ両方でペナントを制した、初めての監督である。1907年、D クラス・インターステートリーグ所属のフランクリン、ミリオネアーズに入団。同年、B クラストライステートリーグのウィルミントン・ピーチーズに移籍。 1908年、A クラスアメリカンアソシエーションのトレド・マット・ヘンズに移籍。1909年マット・ヘンズ在籍中、ミネソタ・ウィスコンシンリーグのウォーソー・ランバー・ジャックスの監督に就任。1911年シーズン途中に、同リーグのインディアナポリス・インディアンズに移籍。1912年、B クラスニューヨーク・ステートリーグのウィルクス・バリ・バロンズに移籍。 1913年バロンズの監督に就任。1914年 AA 級インターナショナルリーグのバッファロー・バイソンズ2席。1916年 AA 級アメリカガソシエーションのルイビル・カーネルズ2席。1919年カーネルズの監督に就任。1921年演役を引退。1925年シーズンまで監督を務めた。1926年。 シカゴカブスの監督に就任。1929年、ナショナルリーグで優勝を果たすも、1930年シーズンで監督を解任される。1931年、ニューヨークヤンキースの監督に就任。1946年シーズンまで指揮を取り、7度のワールドシリーズ優勝を果たす。1948年、ボストンレッドソックスの監督に就任。 1950年シーズン限りで退任。1957年アメリカ野球殿堂入りを果たす。1978年から1月13日、廃園で死去。ありがとうございます。